集落町並み探訪学、うなさかの村を歩く。今回は沖縄県大東諸島を訪ねます。大東諸島は沖縄本島の東約360キロの位置にありまして、北大東島、南大東島という2つの有人島と沖大東島という無人島から構成されています。水深が4000メートルの海底火山の頂にサンゴ礁が堆積を続けて幾度にわたって隆起してできた隆起サンゴ礁の島で、世界でも十数島しか例のない特異な存在として知られています。周囲には高さ10から20メートルの断崖絶壁に取り囲まれていまして、中央部はラグーンと呼ばれる礁湖の跡である盆地になっており、池や沼が点在しています。古くからウファアガリの島、琉球語で大きな東の島と知られていましたが、琉球国には実は属しておらず、江戸時代まで無人島でした。八丈島出身の玉置半右衛門という人が明治33年に羽毛の原料となるアホウドリを求めてこの南大東島に上陸し、原生林を伐採して農業開拓に着手しました。さらに明治36年には北大東島の林鉱採掘と農業開拓にも着手しました。こうして南大東島はサトウキビ農業、北大東島は林鉱採掘とサトウキビ農業で発展していきました。つまり南北大東島は琉球国に属さない無人島に明治期になって人が住まうようになり、本州の関東資本によって農耕業のために開発されてしまうということになります。北大東島は戦前南大東島と同様、玉置商会、東洋政党、大日本政党、現在の大日本明治政党の前身が島全体を所有する社有島であり、林鉱事業で大いに栄えました。島には西港、江崎港、北港と3カ所ありますけれども、そのうち西港は林鉱石の積み出し港だった場所です。ご覧のように港のすぐ近くに旧東洋政党の林鉱事業施設の遺構が多数見られ、その一部が登録文化財になっています。玉置商会は沖縄本島北部や伊是名、宮古、八重山諸島から労働者を募って明治43年に階段式の露天掘り採掘事業を開始していました。しかし知識と技術の未熟さから事業を軌道に乗せることができず、翌年には廃止に追い込まれてしまいました。それから約8年後の大正7年、第一次世界大戦により林鉱石の価格が暴騰し、沖大東島のラサ工業は全盛期を迎えていました。玉置商会から北大東島の経営権を受け継いでいた東洋政党株式会社はこれに刺激を受けて沖大東島を視察し、採掘運搬積み込み方式などを習って北大東島での設備工事に着手しました。翌年には林鉱石貯蔵庫を含む大規模な設備がほぼ完成し、採掘事業は再開されました。アルミナ鉄の含有量が多く含まれていた北大東島の林鉱石は肥料や火薬の元となる精錬原料のほか、戦闘機を作るアルミの原料に適していたことから採掘事業は活気を帯び、最盛期には台湾などからの出稼ぎで島の人口は約4000人にまで膨らみ、年間2万2068トンもの林鉱石を搬出していました。戦後、米軍により大型機械化が導入されましたが、手掘りと異なり、土や石が一緒に搬入されてしまい、品質の評判が落ちました。そして、昭和25年、1950年には林鉱所は閉山されました。
こうして事業開始以来80万トンの輪鉱石を積み出した輪鉱石採石事業の歴史に幕が下ろされたのです。それでは輪鉱石採掘事業所の建物を詳しく見ていきましょう。レンガ像の崩れたドライヤー施設、石像の大きな壁が残る貯蔵庫などがありましたが、そのすぐそばまで近寄ることができ、大変迫力があります。一方、倉庫や市場など小さな建物も数多く残ってますが、それらのほとんどが島で確保された石灰岩による礎石像となっています。で、それらをよく見てみますと、ちょっと変わった作りになっています。それは屋根が残っている旧市場の遺構からわかることなんですが、壁から引っ込んだ位置に屋根がかけられているということです。そして壁の上面に内土が掘られています。雨じまいだけを考えたら、屋根を壁より出すのが正解だと思いますけども、もしかしたら台風で屋根が下からこう煽られて吹き飛ばされないように工夫したのかもしれません。発電所跡です。この建物は当時最先端の技術である鉄筋コンクリートが使われているようです。緩やかな斜面上に石造平屋建ての倉庫が3棟並んでいます。この裏には社員風呂の遺構も残っています。北大東出張所の建物は現在使われていまして、展示施設や食堂になっていました。ここから内陸側は居住エリアになります。ここは社長宅があったところで、塀だけが残っています。かつて社宅だった建物、折屋根の母屋と前庭を囲む石塀が特徴です。この比較的大きな木造平屋建ての建物は、かつての社員クラブで、現在は二六層という民宿となっています。この長屋形式の集合住宅も、かつての社員住宅だった建物だと思います。公園のような場所は、入り口の門が残っています。ここには病院が建っていました。琴平宮への参道。ここは香川県の琴平宮を環状したものだそうで、10月の第2日曜日に、航海安全と大漁祈願の例祭が行われます。島の南部にある江崎港、那覇や南大東島からやってくる船が着岸する港の一つです。ご覧のように防波堤がないため、海が荒れたら着岸できません。人も貨物と同様に、カゴに乗せられ、クレーンで吊り上げて上下船します。江崎港と真反対にある北港。定期船は風向きによって、どちらの港に着くかが決まります。石灰岩の崖を削って、港に下るスロープと埠頭が作られているのがわかります。太古の島の姿はラグーンと呼ばれる環礁で、中央部も海でした。隆起珊瑚礁により地盤が上昇し陸地化したため、中央部はこのように盆地のような地形となっています。その中に島の中心集落である中野地区があります。中野地区にある北大東村役場。鉄筋コンクリート像の建物に花ブロックと呼ばれる穴あきブロックによって手すりが作られたバルコニー。これらは最近作られた建物だと思いますので、沖縄本島の建物とあまり変わらないように思います。ですが、赤瓦やシーサーという沖縄らしさを表現するデザインは沖縄の他の地域に比べて若干薄いように思いました。長ハグと呼ばれる環礁跡の内側の外線です。その名の通り、東西約1500メートルにわたり、幕のように連なる崖です。
サトウキビ畑の農村風景。刈り取られたサトウキビはトラックに乗せられ、中野地区の製糖工場に運ばれます。北大東島を後にし、南大東島へ渡りましょう。空から見た北大東島、中央部の一番低いところに池があります。画面上部に見えるのが中野地区です。左から現れた緑の帯が長ハグと呼ばれる 1.5 キロ続く外線です。そして海岸線の岩盤を削って作られた北大東漁港が見えてきました。南大東空港へはわずか15分、あっという間に着いてしまいます。南大東島が見えてきました。南大東島は北大東島の周囲で 1.5 倍、面積が約3倍になります。開拓者玉置半衛門が明治33年に最初に上陸したのが南大東島になります。島の誕生は約5000万年前と言われ、大陸や日本列島と一度もつながったことがなく、さまざまな生物の固有種が生息しています。この島もまたラグーンと呼ばれる礁湖が隆起して、陸地化した。盆地が島の中央に広がっており、その南西部に中心集落である在所地区があります。北大東島の中野地区に比べて町は大きく、家々も集まっている印象です。この映像はホテルの屋上から撮ったものですが、目抜き通りの先には立派な工場が見えます。まずこの建物、大東そばという食堂です。島を訪れた人は必ず入るお店の一つとなるでしょう。その隣にある大英商店、弁当から雑貨まで扱っているという島のコンビニエンスストアです。十字路を渡ってさらに進んでいくと、看板をつけたカラフルな建物が増えてきました。飲食店街です。その姿、さすがに那覇の社交街と同じとは言えない規模ですが、宮古島の夜の街、平西里地区の外れと雰囲気が似てるような気がします。パチスロ店の店内の音が漏れ聞こえてきました。繁華街を表現する BGM といったところでしょうか。飲食店街の建物ですが、軒先とかバルコニーとか割と縁取りに濃い色を差したカラーリングが目立ちます。まさか景観デザインコードがあるとは思いませんので、おそらく共通した地元大工さんの工夫なのでしょう。夜景はこんな感じです。パチスロ店から相変わらず繁華街の BGM が流れているものの、人気はなく静かなものです。県道北南線に出ました。北港、西港、南にあります亀池港とこの在所地区とを結ぶ島の幹線道路です。日差しを遮るために軒を深くした木造家屋が向かい合って立っています。県道には南大東村役場、郵便局、民間車検場、南大東小中学校など島の重要施設が並んでいます。在所地区の住宅街、北大東島の輪鉱石採掘所跡で見たのと同じようなオレ屋根で下見板張りの住宅です。壁に石灰岩を積んだ建物が現れました。北大東島の輪鉱石採掘所で見た石造建築とはちょっと違いますが、古い建物を改修したものかもしれません。歩き始めました大東そばの食堂のところから、今度は目抜き通りを工場の方へ向かって歩いていきます。
目抜き通りの先にある大東製糖南大東事業所、煙突にサトウキビは島を守り、島は国土を守ると書かれています。県道や農道をひきりなしに走っているサトウキビ満載のトラックたちはすべてこの工場にやってきます。映像はトラックごとサトウキビの重量を測っている場所と思われます。そもそも島全体が製糖工場の社有地であったという歴史からでしょうか、工場と町との間に境界がなく、どこから工場の敷地なのかわからないほど一体化しています。石造外壁の建物がいくつかあるんですが、おそらく旧東洋製糖時代からの建物だと思います。この建物は屋根が外壁より出てますけれども、間に隙間がありますので、後年改修されたものでしょう。当初はこちらのように外壁より引っ込んでいたものと思われます。島のランドマークとなっている古い給水塔、現在の飲料水は海水を淡水化しています。ここから社宅街を歩いていきます。まず現れたのが石灰岩を積み上げたような壁を持つ建物、あまりに綺麗に積まれているので鉄筋コンクリートの壁なのかもしれません。前面に回り込んでみると木造平屋建てでした。こちらの建物は北大東島でも見られました長屋形式の社宅です。また違った作りの住宅です。フラットルーフですので鉄筋コンクリート像でしょう。他よりグレードが高そうに見えます。もしかすると幹部社宅なのかもしれません。こちらは新しい現代風の建物です。開口部にアーチの組まれた石積み外壁の建物です。では島の名所を巡っていきましょう。円形の島を時計に例えて9時の位置にある西港、最初の開拓者が上陸した場所がその後の主要港となりました。見てわかると思いますが、石灰岩の岩盤を削って作られています。港を見下ろす丘の上に大正期に建てられた旧ボイラー室の遺構があります。石造の外壁だけが残ってます。台風の時に船舶を陸に引き上げるための動力を供給していました。11時の位置にある南大東漁港、この港は漁船をいちいち引き上げずに止めておけるように大々的に岩盤を掘削して作り上げたものです。島の周りの水深が深いため防波堤を築くことができないので、こうするしかありませんが、大変な苦労がしのばれます。12時の位置にある北港、風向きや海潮によって定期船がつくことがあります。サトウキビ畑が広がる農村風景、集落形態は三居村といったところでしょうか。この映像だけですと沖縄県だか北海道だか区別がつきませんね。島の開発当初から収穫したサトウキビの運搬用にシュガートレインが走っていました。島を巡っていますと軌道の跡が所々に残っています。北港のそばにあるバリバリ岩、地殻変動によって発生した岩盤の裂け目だそうです。南大東島には洞穴が120箇所あると推定されてますが、その中で最大なのが星野洞です。長さ約400メートル、高低差約33メートル、1000坪もの大ホールがあり、多種多様な鍾乳石が見られます。最後はラグーンと呼ばれる証拠跡にあたる盆地の中央部にある湖沼群です。その中で一番大きなものがこの大沼で、池の北岸にはマングローブが群生しています。海から隔てられた淡水に生育しているのは世界的にも珍しいそうです。
氷炭池から眺めた製糖工場の姿、この風景こそが南大東島を代表する風景ではないかと思います。沖縄の離島といえば、多くの人がエメラルドブルーの干渉の海と白い砂浜、シーサーの乗った赤瓦の集落を思い浮かべると思いますが、沖縄県にあって琉球にあらず、大東諸島の2つの島はいずれも全く異なった顔を見せてくれました。この探訪学チャンネルでは、これからも山岳集落や離島集落をはじめ、さまざまな集落町並みを紹介していく予定です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。